ユーリア・ティモシェンコは、ウクライナの政治家、実業家。救命ユーリア・ボロドミリブナ・グリディャンで、出身民族は、ラトビア系ロシア人。アルメニア系ユダヤ人との説もある。既婚者で、夫は、ウクライナ人のオレクサンドル・ティモシェンコ。ウクライナ共和国、第10代首相、第13代首相。所属政党は、全ウクライナ連合、祖国、政治同盟ユーリア、 ティモシェンコブロック。オレンジ革命でビクトル・ユシチェンコを支持する女性政治家として注目を集め、好意的な報道が主に欧米諸国で行われた。ウクライナ内で最大の保有財産を持つ資産家としても記録された。オレンジ革命を共に主導したユシチェンコとは、その後政治路線をめぐる対立が顕著になり、政界内で孤立していく。 2010年には巻き返しを意図して大統領選挙に立候補したが、ビクトル・ヤヌコービチ元首相に第1回投票及び第2回投票の双方で敗れて落選する。敗北後に投票捜査による陰謀論を主張し、選挙の無効を訴え、法廷闘争に持ち込む構えを見せていたが、裁判所を信用できないとして、結局訴追を取り下げた。 2011年8月5日、ガス資源に関する汚職行為で、ウクライナ警察に逮捕された。この逮捕に関しては、オレンジ革命を支持してきた、欧米諸国から、国策捜査とする主張も見られたが、裁判の過程で、巨額の国家予算資金汚領を裏付けた証拠が、露見したとされている。その後、負傷して病院に移され、 腹部や腕に受けた傷を自ら示した写真が公開されるなど、獄中で拷問や暴行を受けている可能性が高いとして、西側諸国が圧力を強めた。2014年2月22日、ヤヌコービチ政権が事実上崩壊し、釈放された。1960年11月27日に、 ウクライナソビエト社会主義共和国、ドニュプロペトローシク州ドニプロペトローシク市に生まれる。旧姓はグリギャン。父はラトビア人のウラジミル・グリギャン。母はロシア人のリュドミラ・テレギナ。父はティモシェンコが3歳の時に家庭を捨てている。母とユーリア、ティモシェンコ自身はウクライナ正教会の信者である。二人ともロシア語で生活し、 ティモシェンコがウクライナ語を話せるようになったのは36歳頃に、なってからだった。1979年、彼女は、ソ連共産党の中級党官僚の息子だった、ウクライナ人オレクサンドル・ティモシェンコと結婚し、名字を改める。1984年ドニープロペトローシク、国立大学を卒業し、経済学博士の学位を取得した。 ウクライナ工業大学にも在籍していたが、卒業はしていない。1984年から1988年までは、ドニュプロペトローシクの機械製造工場で、エンジニアエコノミストとして勤務していた。1989年、ペレストロイカの波に乗り、不法コピーされたビデオのレンタルチェーン店。 コムソモールを設立し大いに成功を収め、後には、私有企業化した。ソビエト連邦の崩壊後、ティモシェンコは、1990年から1998年まで、いくつかのエネルギー関連企業を経営した。1991年から1995年までは、ドニュプロペトローシク周辺の農業関連企業に、石油製品を売る会社の重役を務めた。 1995年から1997年まで、ウクライナ統一エネルギーシステムの社長。同社は1996年にはロシアから、ウクライナへの天然ガスの最大の輸入、卸売業者になり、ガスの王女の通称で呼ばれた。その一方で、脱税の疑いや、ガス貿易に関して不正に手に入れたガスを、再販するという不正取引も取り沙汰され、 ロシアでは指名手配されていた。こうした事業の中で、ティモシェンコは、ロシアのガス、石油大手のガスプロムと関係を深め、同じ時期に、パーベル・ラザレンコや、レオニー・ドクチマ大統領など、ウクライナ政界の主要人物との関係を深めている。1996年に、政治家に転身し、キロボフラード州保選において92.3%の、 驚異的な得票を獲得し、国会議員に選出された。1998年に再選、2002年に参戦された。1998年議会の予算委員長。1999年から2001年まで、ユシチェンコ内閣で副首相となる。副首相としては、電力市場取引を近代化させ、電力産業から国庫収入を増加させた。 しかし、2001年2月、統一エネルギーシステム社長時代の文書偽造、ロシア産天然ガスの密輸入の容疑で逮捕された。数週間後に、権利不十分で釈放されるが、ティモシェンコは、経済改革によって、打撃を受ける、石炭産業界と癒着していたレオニードクチマ大統領がでっち上げたものであると主張した。一方で、ティモシェンコ自身も、 加藤資本家の一人であり、財産が不当に獲得されたものであることが示唆されている。釈放後、野党に転じ、立場を中道、民族主義にシフトして、政治ブロック、有利やティモシェンコブロックを結成し、代表となった。口間大統領が関与を指摘される、ジャーナリストのヘオルヒー・ホンハーゼの殺害事件では、最も率直に、口間を攻撃した一人となる。 2002年のウクライナ議会選挙では、ディモシェンコブロックは、投票率7.2%を獲得し、第3党と検討した。2004年、クチマ大統領の任期満了に伴う、ウクライナ大統領選挙では、ユシチェンコを支持した。このオレンジ革命を報じた各国のメディアはディモシェンコを、オレンジ革命のジャンヌダルクと比喩した。2008年2月、 ロシア連邦大統領のウラジーミル・プーチンと2005年1月24日、ティモシェンコは、ユヒチェンコ大統領によって、首相代行に指名された。ユヒチェンコは、閣僚名簿を議会に提出し、与野党の交渉の結果、2月4日に373票の圧倒的多数の賛成によって承認され、正式に首相に就任した。首相在任中は、 大衆迎合的な言動が目立ち、ティモシェンコ派による工場を乗っ取り事件などもあり、国民の反発を買っていた。また、オレンジ革命で共闘したユシチェンコと対立した。そのため、2005年9月8日に、ユシチェンコ大統領によって、首相を解任される。2006年3月、ウクライナ最高会議の選挙では、 前回の選挙の3倍近くの票を獲得し、第2党に躍進する。ウクライナ最高会議でのユシチェンコ派の与党、我らのウクライナの惨敗を受け、首相への帰り咲きを狙っていたが、2006年7月9日、ビクトル・ヤヌコービッチ率いる、地域党と社会党、共産党の賛成党が、連立与党を組む合意によって阻止され、ヤヌコービッチの首相就任を許した。 2007年9月に行われた議会選挙では、ディモシェンコブロックは、前回よりも議席数を伸ばし、名優のユシチェンコ率いる、我らのウクライナと合わせて、議会の過半数を獲得。同年12月18日、首相に返り咲いた。2008年1月には、ソ連時代の貯蓄銀行の個人資産への補填を実施し、支持率を飛躍的に高める。 しかし、大統領の権限を制限する一連の法案を提出したことで、大統領側と対立を深めることになった。さらに、同年8月からの南オセチア紛争以降は、グルジア寄りの姿勢を取らず、外交上でも、大統領側との立場の違いが、明確化した。そして同年9月16日、ユシチェンコ与党、我らのウクライナが、連立政権から離脱した。 同年10月1日にティモシェンコは、ユシチェンコがグルジアへ武器を提供していたと告発した。翌10月2日に、ロシアを訪問、首相のウラジーミル・プーチンと会談し、天然ガス輸入価格の抑制を取り付けることに、成功した。その後、大統領との対立は、同年12月9日に、ユシチェンコ、ティモシェンコ、 そしてウクライナ最高会議議長のリトビンの参拝による連立政権が樹立されたことで一応の決着をつけた。2009年3月25日に来日。2010年の大統領選挙に立候補し、江戸にちなんだ白光を陣営のシンボルとして選挙活動を行った。1月17日に行われた第一回投票の 結果、約25%の得票率で2位となり、2月7日の決選投票に臨んだが、ヤヌコービチを上回る票は得られなかった。すると14日にティモシェンコは選挙で不正が行われたと主張、法廷闘争に持ち込む意向を表明し、16日には、ウクライナ最高行政裁判所に提訴した。しかし20日になって、提出した証拠が、 形式的にしか審理されないのでは、法廷闘争を続ける意味がないとして結局訴えを取り下げた。その後も、首相の任には止まり辞任を拒否していたが、3月3日に首相不信任決議案が議会で可決されるに至って、総辞職を余儀なくされ、ここにティモシェンコは事実上失脚した。ティモシェンコは2010年12月20日、 首相時代の2009年に、温室効果ガスの排出取引で日本などから得た、金を、本来の環境対策ではなく、年金支払いの穴埋めに流用していたとして、最高検察庁に起訴された。2011年8月5日、ロシアとのガス契約に関する職権乱用事件を、めぐり、ウクライナ当局はティモシェンコを、心理妨害の疑いで逮捕した。 ティモシェンコ側は容疑を否認している。ザモスクワタイムズは、この逮捕劇は、ビクトル・ヤヌコービチ前大統領が、ティモシェンコの失脚を狙って仕組んだものであるとの、観測を伝えている。しかし、交渉所生活に疲弊しつつも、支持者に対して、気丈に振る舞う姿を見せるティモシェンコにより、裁判は逆にティモシェンコによる支持者への格好の章の、場となっているとも同志は指摘している。 EU と米国は裁判の行方に関心を示し、ティモシェンコの拘置所からの釈放を希望する旨を発表を。ロシア連邦は、ティモシェンコ時代に結ばれたガス契約が無効とされることに抵抗しており、裁判に反対する意向を発表した。2011年10月1日、キエフの地区裁判所は、職権乱用を認定、禁錮7年と賠償を命ずる判決を出した。 2013年1月18日、ウクライナ最高権は、殺人罪で起訴する。ビクトル・ヤヌコービッチ大統領は、2013年10月18日までに、ティモシェンコ、ドイツでの病気治療を名目に事実上釈放する、方針を固めた。2013年11月に、ヤヌコービッチが、欧州連合との政治、貿易協定の調印を見送ったことで、 ウクライナ国内は親欧米派による反政府運動が勃発し、2014年2月22日にベルホーブナラーダはヤヌコービッチの大統領解任と大統領選挙の繰り上げ実施を決議。ティモシェンコは釈放され大統領選挙へ出馬する意向を表明した。5月25日に投開票された大統領選挙での獲得票は12.81%にとどまり、 54.70%獲得したペトロ、ポロシェンコに敗れた。2019年大統領選挙にも出馬したが、同年3月31日投開票の第1回投票では、第3位にとどまり、決戦投票に進めなかった。トレードマークの髪型ウクライナ人の女性作家、霊社ウクライナの髪型を真似ている。三つ編みを巻いた金髪をトレードマークとするが、 ジュは黒。ありがとうございます。